はい、皆さんこんにちは、マサコーチです。ということで、ワンダーコア1万回チャレンジ、やってますけども、まあね、回数も400回から500回と刻めるようになってきて、まあ前回も言いましたけど、筋肉痛っていうのもほぼないです。なのでね、ここでね、あの強度上げる、まあそのワンダーコアのバネ3つついてるんですけど、あれこう1本取るごとに疲れる、大変になるっていう、まあバネ取ろうかなと思ったり、取らないでちゃんと1万回いこうかなと思ったり、ただこう取ることによってこうきつさとか変わるから、そういった意味ではまあモチベーションにはなるのかな。あの皆さん、まあ見てて、まあそろそろちょっと飽きてきてると思うんですけど、それ以上にやってる僕は飽きてます。めちゃくちゃ飽きてます。だからね、継続っていうのはどうしてもやっぱマンネリ化っていって、そのモチベーションがねキープできない、それでまあ肉体の変化とか、やっぱこうなんだろう、筋肉痛なくなったりとか、そういった変化っても必ずあるんだけど、やっぱりねモチベーションをねキープするっていうのは、飽きる部分、要は冷めていく、それでも頑張らなきゃっていう、結局は勝負なんでね。ちょっと前まではそのきつくてやめたいな、痛くてやめたいな、辛くてやめたいなだったのが、今はいや、もうちょっと飽きてきたな、もうなんかできちゃってるし、もう疲れ、あんま疲れないし、もうなんか普通にできちゃうから、もうなんか疲れ、ちょっと若干達成感、満足感っていうのを少しこう味わっちゃう、ちょっとねやめちゃおうかなっていう風によぎる瞬間がやっぱあります。やっぱ1万回はできないし、1ヶ月続かないし、きつくてやめるのも、あ、できるじゃんって満足してやめるのも一緒だから、一番大事なのは、痛くても苦しくても満足しても、できてても続けるかどうかだから。続けていきますよ、もちろん。明日、まあ今日金曜日なんですけど、明日から2日間、その長野に合宿行かなきゃいけなくてですね、生徒連れてくんで、それの引率として長野にこう入るわけですよ。で、さすがに長野にワンダーコア持っていくわけにいかないので、この2日間は、まあ、明日明後日と2日間は、まあ、確実にワンダーコア刻めない。12月も前半3分の1終わるわけで、ワンダーコアチャレンジもやっぱ回数としては3分の1以上、まあ、半分いかないぐらいは終わってないと、後半に差し掛かってどんどんやばくなってくるんじゃないかって、もしかしたらね、なんかハプニングもあるかもしれないし、そういう意味ではね、しっかりと、腹筋して、やっていかなきゃなっていう風に思ってます。まあ、とにかく何があろうが1万回達成しようと思ってるんで、皆さん応援よろしくお願いします。マサコチでした。バイバイ。
頭の中ではヘッドのサーと交わるレイト一郎さん頭脳でやりたい気合でやりたいこっそら一発革命でバカこいつで言えばゆとりもいいなとにかく勝つのがすごいの平気なちょっと酒喜ぶ力なビギナカモの餌とも気づかずまた切り出すライアーゲーム出しかけるぜライアーゲーム出しかけるぜライアーゲーム出しかけるぜ何を恐れずに行くぞ動かそうライアーゲーム出しかけるぜライアーゲーム出しかけるぜライアーゲーム出しかけるぜ近づいてくて泣き死にはめるフィー Liar again いざ仕掛けるぜ Liar again いざ仕掛けるぜ Liar again いざ仕掛けるぜ何を恐れずに行くぞ動かそう Liar again いざ仕掛けるぜ Liar again いざ仕掛けるぜ Liar again いざ仕掛けるぜ近づいてくて泣き死にはめる Weak Like で行く一発オイランそれともフルベでドラゴン Regan チェリーでオン狙ってもいいぜ忍者の風車か SP もいいぜ効果だったら狙うはジャックオンハイエナチャンスでブーイング殺到勝負を見極めそこでダブルアップ
しているような僕の好きなことを自信ないけど夢見てるんだの空のように素直にいいんださ眩しい光の中グロースインザスマイル笑顔で受け止めるよ小さいな気持ちを止めるよドライブエスパライダーずっと生きてるよバカにされても後ろ指さされても大丈夫さなんかなっていいよ悔しがっただろう僕は忘れるからだから笑って卓球が好きで I'm not the only one.